斉木のは日本の医学博士で栄養学の創始者、栄養学の父である。医学から栄養学を独立させ、栄養研究所、栄養資制度を発展させた。自分で料理をすることはほとんどなかった。栄養は保険経済、道徳の基本をなすと栄養三輪を唱えた。著書、栄養では栄養学だけでなく食料政策にも言及し、 距離をおもんじ畜産は小動物にすべきとしている。佐柄が少年時代に育った愛媛県郡中町の栄養寺には佐柄の筆による栄養の書と栄養検証費が混流されている。1876年9月1日、愛媛県二位郡秘密村の医師の家に生まれる。幼年3歳頃、愛媛県二位小織本群村に移り、少年時代は北山崎村。 群中町で育つ。松山中学校に入学した時には、夏目漱石は教職を辞していた。成果の後取りとして、岡山の第三高等学校医学部を卒業後、京都帝国大学で荒木虎三郎に新自身科学を学ぶ。研究は、米と塩を持って生活できるか否かについての研究、などですでに栄養に関心があったことがわかる。1902年、 上京し、内務省伝染病研究所の北里柴三郎の下で細菌学と毒素科学を学ぶ。1904年、大根ジアスターゼという大根中の消化構想を発見し学会で発表する。これにより、一般大衆が好んで大根を用いるようになった。夏目漱石の我輩は猫であるにも登場することになる。1905年、 EAL 大学大学院に留学する。1911年までアメリカ滞在が続く。その間、アメリカ合衆国政府の商務商議士や医科大学講師などを歴任する。栄養問題研究のためヨーロッパ諸国の実情を視察する。1912年父病のため距離余軍、北山崎村本軍へ帰り看病する。1913年、上京。 1914年、東京芝区八金山校長に私立の栄養研究所を設立する。世界初の栄養学研究機関であった。米の研究を行い、文部省から研究補助費を受ける。中でも米の生成度の研究は後に大きく寄与していく。1916年、研究所を東京芝、金杉川口町に移転する。1917年、 世界初の栄養学講習会を開く。1918年、文部省に栄養の表記を栄養に統一するよう権限し、これより後に完全に定着した。穀物の廃止には栄養が豊富だとして、廃止米を提唱している。また、当洗いによる栄養損失の問題も警告している。研究所に16社の新聞社を招待し、廃賀米の実演と試食を行った。 1919年、国立栄養研究所の設立を強調し衆議院に参考資料を提出する。経済栄養法を提唱し、安価な食事でも栄養は摂取できることを広めた。1920年、内務省栄養研究所が開設され、ノリが初代所長となる。1921年、栄養学会を設立する。1922年、 精米の度合いは肺がを含む7分付き前が良いとして奨励する。10月19日、当時摂政であった昭和天皇が国立栄養研究所を視察し、それ以降昭和天皇は7分付き前を用いるようになった。1924年、私立の栄養研究所後に世界初の栄養士養成施設である栄養学校、 現在の再起栄養専門学校を開設し、卒業生を栄養士と称した。1925年、東京で行われた国際医学会議で講演を行う。1927年、国際連盟の要請によって国際連盟交換教授として欧米で講演する。1928年、国際連盟から日本の栄養研究の業績は速やかに世界に、 利用されるべきと意見があり、ノリは日本における栄養科学の発達を各国際連盟に送った。1934年、世界に先駆けて日本栄養学会として栄養学が独立する。1937年、ノリは国際連盟東洋農村国際衛生会議で日本における栄養学の発展を述べ、参加各国に栄養研究所を設けること、 栄養士の養成、玄米と白米の中間である分付米を用いることを要望し決議される。1938年、厚生省が新設され、栄養研究所の管轄が厚生省に移る。1939年、栄養研究所は、厚生科学研究所国民栄養部となり、佐伯は退官する。年の暮れに、農務省から、根付米の禁止令が出され、 精米は7分月き米にすることと定められた。戦争当時は栄養の観点から玄米を推奨する食生活指針も策定されたが7分月き米は栄養学からの観点である。1941年、君参当局実中受賞受賞。1945年、厚生省によって栄養士規則の発令によって栄養士養成所の規則ができた。 1947年、国立栄養研究所が再用化され、劉金太郎が初代の所長となる。栄養司法が交付された。1959年11月29日、急性肺炎により没する。海苔は7分についた米を標準米として普及させようとしていた。1930年に出版された再起海の栄養の合理化では、白米では、 瓶の量が少ないので消化吸収の効率が高いが、ぬかに含まれていた栄養分がなくなっているので復食の組み合わせに注意しないと、滑気になると説明している。また、玄米は栄養が多いが未消化物が多いので消化吸収の効率が悪いなど摂取を推奨していない。研究の結果、滑気の心配のない7分付きの無洗米が良いという結論になったという。 最近のりの栄養では、糖洗いは、清白にも勝る、米職人の過婚であると、清白米を糖洗いした場合の栄養の損失を問題視している。漢方第8726号、明治45年7月20日、P438、佐伯義子1986、P39、柳井和和和松井貞子2006、 p78a b 最期のり1926第三高等学校編第三高等学校一覧明治32年9月期明治33年8月止め第三高等学校1899年173ページ栄養研究機関並栄養士養成機関発達史参考資料栄養半本、栄養学校創立11周年記念栄養司会 1936年、夏目漱石、我が輩羽子である上官、大倉書店、1905年、119ページ、栄養研究所違法栄養研究所、1924年、1ページ、米国統制等制限令、ありがとうございます。